ただいま、早くただいま、早くただいま。ちょっと、今日はみんなに聞いてあげよう。動画、準備動画撮ります。ちょっと、みんなにご報告というかお話があります。え、てかなって、てか、YouTube で私喋ってなかった。ちょっと手と今顔の色が全然違って、ちょっと、あれなんですけど、ちょっと言いたいことがあります。なんと、私好きな人がいるって、みんなに言ったと思うんですけど、クリスマスを、過ごしてしまいました。やばくない？まあ、最近さ、好きな人の話をよくするようになってですね。まあ、前回の動画でもう完全に相手の方にはバレました。なんで、それまでは結構なんか動画撮るときとかも、なんか、結構、好きな人ができました。みたいな感じにしてたんですけど、もうなんか、バレたってことで。バレたし、もういつものきり丸をよく知ってるってことで、このままいきまーす。きっとこの動画も見られるんでしょうけど、まあ私の素を知ってもらえてた方がいいなということで、もうこのすっぴんさらしまーす。見てね、見て、最近の自分のポーチ。てれー、このなんか見て、ほら、もう何も整理もされてない、この切ったれー、これもう。探って探って。クリスマスを過ごしてしまいました。まあ、すごい幸せな時間をまあ、そうですね、過ごしました。一応ちょっと YouTube に撮ったんで、まあ YouTuber ということで、やっぱ記録に残しとかんとと思って、後でその映像をね、流そうかなと思うんですけども、この可愛いお顔完成したらね。うん。もう私のインスタを見てくれた人は、リアルタイムで、インスタの方が恋愛についてはリアルタイムに話しようかなと思うんやけど、だからそう、そもそもクリスマス過ごせるようになったよっていうのを、インスタでしか言ってなかったけん、今これを見てびっくりしてる方も多いんじゃないかなと思うんやけど、今はこのおひんすちゃんの5番。可愛いよ、この色。これをベースに今塗りまして、やっぱ一周回って、マイロインクの、なんかきり丸ちゃんがプロデュースしているこのマイロインクのこの、オレンジですね、こちら。ちょっと今申し訳ない、なんかいろいろ事情があって、ちょっとネットでしか今販売できていないんですけれども、オレンジがやっぱ可愛くて、これを上に塗ってきます。で、なんかいろいろご飯屋さんどこに行こうかなとかやってご飯屋さんも調べよったんやけど、去年はお彼氏もいねえんで、お姉ちゃんと姉ちゃんの彼氏と3人でプレゼント交換して過ごしたんやけど、そのやけさ、東京でクリスマスを誰かと過ごすのが初めてで、お店とかも調べたんやけど、めちゃくちゃ多い。逆にさ、東京のさ、クリスマスって何するのが正解なん？もう人が多すぎて、で、どこも予約でいっぱいやし、もう無理と思ってさ。で、まあ、最終兵器。ちゃん、おちんちでおうちパーティーする？これですよね、これ。最初から別に狙ってたわけじゃないよ。うん。もう言わざるを得なかったっていう言葉が近いですかね。でもそうだよなと思って。なんか変にさ、見バレしたりさ、周りを気にしながら過ごすくらいなら、まあ、私もう一人暮らししてるんで。まあそうですね。おうちパーティーをすることになりました。私あんまりそういうさ、クリスマスとか、なんか私あんまりそういうイベントごとに興味ないというか、ちゃんと準備とかしないタイプなんですよ。めんどくさいけん。基本あんまそういうの興味ないけん、今までやってこんかったんけど、すごい頑張っちゃって、ケーキとかいろいろ準備したんですよね。もう今回張り切りすぎて、ツリーとか飾りも初めて買っちゃおうと思って Amazon で頼んだよ。よし、これでお家も可愛くなるぞと思って。で、うちの家に来てもらったんやけど、来て、そしたらさ、向こうもさ、ツリーと飾りを当日持ってきて、キリちゃんちさ、飾りないかなと思って買ってきたんだよねって言って、ほぼほぼ同じ飾りと同じようなツリーを向こうも買ってまして。そう、わざわざ準備してくれてて、で、思ったより飾りが揃ったけん、被り物買いに行こうってなって、せっかくやし。向こうが、前動画で言ったんやけどさ、料理が得意らしくて。だから、なんか、キリちゃん、クリスマス食べたいのある？よかったらご飯作らせてほしいって言われて。まずさ、私、上京して半年くらい、炊飯器なかったしさ、そもそも。炊飯器買ってから半年くらいして初めて、ご飯炊いたしさ、自炊できない、それくらい料理できない女だからさ、そんな料理させてほしいなんか、もう、どうぞどうぞどうぞ、どうぞというか、もうご褒美ですから、ありがとうございます、感じ。なんか向こうが、いや、ずっとメニューを考えてたんだよね、みたいな。もう可愛いの。なんか最近可愛くて可愛くて仕方がなくて。結構の奥手男子なんやけど、私がさ、もう動画で話しようっていうのもあってさ、結構グイ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 言ってるんですよね、私は。だからこそ、まあお姉さんとして、まあ、結構グイグイもう奥手やし、どうせ向こうから何も仕切らんやろうと思って、私が結構グイ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 言ったんですよ。それもあって、なんか最近懐いてくれて、すっごく。そういうのもでもめちゃくちゃ可愛いんですけど、でまんまとご飯を私は作っていただいてですね、で私は飾り担当で、なんとご飯を作ってくれた。そのご飯ちょっと後で映像を流すんけどさ、なんか普段から料理が好きだし、自炊をずっとするけん、もう結構慣れてるみたいな、料理できるんですよみたいな。本当にもう見た目もおしゃれやし、女子が作ったご飯みたいな、しかも本当に美味しい、もうびっ
くりするぐらい美味しくて、何のレシピ見たんこんな美味しいご飯って言ったら、いやいつもさこういうの適当に目分量でやっちゃうけん、なんかレシピとかよく分かんないんだよねみたいな、うわええってなって、まあそんな感じで楽しく Wi-Fi 過ごしました。じゃーん、アディクションのザ・アイシャドウスパークル 007SP っていう色、ゴールドがマジ可愛くてめちゃめちゃ可愛くて、まぶたの上に伝わるかな、めっちゃキラキラしてて可愛いよ。ちょん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 、なんか夜って大体あんまりこうお昼ほどメイクが綺麗に映らんやんか、色とかが、やけんこそこういうラメとかを使ってちょっとキラキラさせることによってなんかいい女みたいな、はい。なんか最近ハマってるのが、ちょっとこの頬骨のあたりもキラキラってさせる。ちょっとだけ、ちょっと。先にリップ塗ります。これはロム&の21番。こう、くすみベージュみたいな色に近い。待って待って、話すれた話すれた。待って、かわいくない？私、もともとさ、唇が、シワが多くて人より。で、カサカサしてるけん。マットリップ塗りがちょっと悪いんやけど、色が超かわいいけん使いやん。こんな感じ。うわ、ミスった。ミスってん、ついてん、ミスってん。なんか顔に統一感を出したい時とかはこのリップの色味をそのままちょっとこうチークに使うと、なんかあれだよ、統一感出るよ、顔に、顔に統一感が出るよ。冬とかさ、練りチーク系いいよね、パウダーよりも。ででで、あ、ワントゥーミー、みんな、あの届いた方本当にありがとうございます。ハラストレートよーん。かぶり物なくねってなったけん、おうちデートのつもりが、買い出しにも行けちゃうっていう、急なおデート、ドライブデートですね。そういう時だけちょっとやたら車を出して、あ、私の車乗りなよとか言って、私の車で行こうよとか言って。今はこのチーク、底見えチーク、これ昔韓国で買ったこの底見えチークのここだけを使って、かぶり物を探しに来よったんやけど、なんかどこもなくてさ、なんか本当はさ、カチューシャが良かったん、かわいいトナカイちゃうみたいな。結構ダイソー何軒も回って見に行ったんやけどなくて、で、それで街歩きよったらファンの子が私に気づいてくれて、キムちゃんだみたいに言ってたんですけど、ちょっとあまりにちょっと恥ずかしくて、やばい、待って。ちょっと待って、やばい、恥ずかしい、待って待って、デート見られてる恥ずかしいと思ってちょっと逃げましたちょっと逃げちゃいました、ごめんなさい、走ってしまいました、ごめんなさい。ちょっとまた話変わるんやけど、私って街でめちゃくちゃ気づかれるんや、なんかキリってめちゃくちゃさバレるくねみたいな。うちの姉ちゃんとかあんまり声かけられるらしい。私マジ気づかれるし、服の色味とかなのかな、雰囲気とかなのかな、多分キリマロちゃんみたいな、マジで気づいていただける。うちの姉ちゃんが言ったのは、エミも気づかれるんやけどみたいな、気づかれても声かけてくる人が少ないって言ってて、見た目が怖いけんかなエミみたいな言ったんやけど、まあ絶対そうなんですけど、姉に限っては絶対にそうなんですけど、逆に私そんな話しかけやすいかみたいなくらい、気づきました、声かけてくる率ほぼ100、90、99、98% くらい。それくらいすっごい声をかけていただきます。いやでもね、本当に声をかけてくれるのってマジ嬉しいよな、私からすると。一律ごめんなさいってやってるのは、それこそスタイルブックのお渡し会とか、2冊買ったら写真撮れますとか、時間とお金をかけてやっぱりこう会いに来てくれたり、写真を撮れたりとかいろいろあるから、なんかそれはやっぱそういうね、なんかみんなを同じく大事にしたいなっていう意味を込めて、お写真の方はごめんなさいって感じ、ほんとごめんね、ほんとごめんねって感じで、その代わり握手してください、その代わり握手しようつって握手はするさせていただいて、もう握手はさせていただいてるんです。だからね、写真ごめんなさいっていつも言うのがすっげえ心苦しいんですけど、本当に声かけてくれるみんなありがとうございます。いつもありがとうございます。そしたらもうこれ限定で売ってないと思うんやけど、ローラメルシエのここだけとか売りやんのかな、このこれがマジで可愛いよ。友達とかにも一番言われる、え、ここにつけてるハイライト何みたいな。なんかここをゴールドにすることで、なんか顔が上品に見えるのと、なんかね、顔が高見えするのと、なんかハイライト塗ってます感があんまないのにツヤっとしてて、で、私決めてたことがあって、クリスマスで絶対に告白しようって決めてたんですよ、自分で。もう私さ、こんだけ動画でもさ、好きですとか言って、もう絶対クリスマスこそは気持ち伝えようって思いよったんやけど、芋ってシンプルに芋って、意外と隣に来ると無理で、乙女で私言えなくて、告白できなかったんですか。でもさ、さすがにさ、クリスマス誘っていいよって言ってお家で過ごせて無理なことある、逆に。
逆に。でも私が動画にしてるっていうのもあってさ、もう向こうは気づいてるわけやん、確実に。まあ、やし前の動画を出してから結構あそこからさ仲良くなってさ、ご飯に行ったり電話したり連絡取ったり、なんかそういうお互いのさ、もっと中身の部分、こう価値観とか考え方とか、なんかいろんな話をしたりとかもうする仲になってて、みんな大人っていうのはね早いんですよ、意外と進展が早いですよ、意外と。こんな感じでキリマルちゃんの来なくなっちゃったため、キリマルのメイクが完成しました。てな感じでちょっと髪の毛をしてこようと思います。はい、髪の毛やってきました。はい、仕上がりはこんな感じです。そうなんよ、次会った時に告白しようと思います。あの報告が今年中にできるのか、もうすぐできるのか、来年になるのかはちょっとわからないんですけれども、頑張りたいと思います。じゃあ最後にクリスマスパーティーの、好きな人と一緒に過ごしたクリスマスパーティーの様子をちょっとだけ動画にしたので、よかったら最後見てください。じゃあバイバイ。ちゃんと年末の動画もあげますので、みんな冬休みとか年末とかいろいろ楽しんでください。じゃあ。一口で食べるもんじゃない。